ックが開始と。いいかな。よし、じゃあ行きまーす。もうあれ出てこないから、ショットガン装備して。よし。そうですね。よし。逃げてやった。絶対来る、絶対来る、絶対来る。あ！あれ？うわー、さっきの分岐左か。あ、いない。あ、なんだ。まじで逆に、あっちに逃げて正解だったんじゃない？でも今、なんか一瞬音楽変わったから。なんだ、よかった。すれ違い通信でしたね。うっ！なんだこのフラグ、地面から出てきたりしないでしょうね。うっ、え、なになになに、ちょっと待って、マジか。うわ、え、電車、なん、え、え、いや、なんか、なんか来た、なんか来た、え、うおー、何あれ、なんかトレマーズみたいの出てきたけど、トレマーズみたいのが出てきた。な、何あれ、トレマーズ知らない方はググってください。マジか。まあ、ちなみにね、誰がこの話広げて得するんだっていう話を広げますけど、私トレマーズっていう映画がね大好きでね、あの DVD に 1,2,3 ってシリーズ3作持ってます。すごい B 級映画だけど面白いんで、よかったら見てください。小さい頃見てトラウマの、ああ確かに、でも面白いよね。あ、こっつあとさんいらっしゃい。はい、そしておっきい人がここで出てくる、通ってくるから逃げる。はい、これで OK。で逃げたらもういなくなってるから、あ、うん、ツタヤで借りてくださいな。いなくなってるから行くと。うおー、いるし！絶対いねえと思った。今、絶対いねえと思った。無駄に回復アイテム1個使っちったやん。待ち伏せもするんだ。
あれ、画面下にコメントちゃんと映ってるかな？うっと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 なって。で、ここら辺でうわっと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 ってなって。あーれー。大丈夫、映ってる。OK。そしたらトレマーズがやってくると。ムービー飛ばしますかね？飛ばせなかった。うやで、これ一旦引っ込むんだよな。でここ行くと食らうんだっけ。逆行って、どっから出んの。出てこない。こっち。うわ！あー、くそ。どうしよう。あのさ、画面切り替わってすぐ出てくるってずるくない？あ、なんか上にはしごがある。撃つ。ダメか。もったいないな、冷凍弾が。あ、どうしよう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 。上にはしごがあるな。はしごへの昇降機スイッチだ。電源不足で作動できないようだ。ああ、どうしたらいいんだろう。ここも謎解きか。あいつ倒すのかな。ああ、もう何。あんまり冷凍弾効いてない気がする。しかも痛いし。曲がり角曲がってすぐ構えればいいのか。かわす。かわして。あ、ダメだ、絶対間に合わないよこれ。いてててて、あ、やっべ。なあ、ついにこれもう使い切っちゃうか。しかも強えこいつ。今スイッチらしきものがあったんだけど、電源不足で押せないんだって、スイッチを。あ、ここ入れるとか。いや、ここ入りたくないっす。どうしよう、3箇所囲まれてる。ここ？ここは出てくるんだっけ？怖い。入れる？丸連打するか。ここ気になるな。あそこ調べたいな。いや、どうしよう。なんで出てくんの。あ、やっつけた。あ、やっつけた。あ、出なくなった。あ、やっつけた、やっつけた、やっつけた。よしよしよし、こうやってやんのか。あれ、あっちにもあんのかな。じゃあここにもいるのか。気をつけよう。あれ、あ、片方やっつければいいのか。あ、やっつけた。よし、オッケー。いや、できた。はあ、怖かった。
初見何が起こったの、初見さん今トレマーズに襲われてました。ケビン・ベーコン呼んでください。よし、ああ帰ってこれだ。あーでも回復アイテム使い切っちゃったかな。あ1個あるか、不安っちゃ不安だけど。まあ多分これで間接的にミハイル隊長にとどめになるでしょうね。多分この人イベントが進まないでいたらずっとこの人生きてられるけど、電車発車したら多分次のイベントで死ぬでしょうこの人ね。ある意味この人はこのまま放置しておくのが一番長く生きられると思うんだけど、これ多分イベント進んだら多分これ死ぬよねきっと、とそう思うんだ。だからあの人は多分一番長生きできるのはここで何もしないことだと思うんだ。助けも呼ばず、ここで助け呼びに行ったら多分死ぬと思うんだ。めたいこと言うけど、さあ使う。It looks like we're ready to go. Here, take this. おいこいつをやるよ、お前何してた今まで。火炎弾を、いいもの持ってんじゃねえか。Okay. さあ行きましょう。ニコライ、もう帰らないわ。さっき襲われてましたね。あそこまでなんか悪っぽい人があんな簡単に死にそうには思いませんけども。隊長に話しかけますかね。苦しそうにしている。鬼か。こいつ映画と違って全然違う人だ、ね、よし行ける。大丈夫か、電車でゴーやったことあんのかお前。電車でゴーはあっちやったことあるけどすごい下手くそだった。あーもう絶対止めてるもん。あえミハルたち死んだっしょ。あ絶対死んだ、絶対死んだ、絶対お亡くなり申し上げて候。火炎弾装備、わあ死んだわ。遺体確認、そして多分でっかいのがいる。取れますかでっかいの。あミハイル、どっちだ。うーわー、かわす。あー捕まっちゃった。回復アイテムもうないんだよ。よー倒したけどまだ生きてんの、なんで。まさかミハエル、え、マジで。あうわ、うわ男だよ。手榴弾、あっぱれ。ミハイル、これはあっぱれ。いやー別疑惑からこのバイオに乗っ取ってミハイルさんのバックステージパスがなくなります。え、何、窓から飛び出す非常ブレーキを吸う。どっち、何が起きた。非常ブレーキ、あーわかんねえ、窓から飛び出した方が映画っぽい感じが。あー窓から飛び出した方が良かったのかな。うわスピード2みたい。どうした、カルロスなんとかは
いやでもミハイル隊長かっこよかったですね。すごいバイオの中で久々にかっこいい仕事した人なんじゃない、あれ。裏切られたりするもんね、登場人物に。わ、すごい襲ってくる。ブルーハーブだ。あ、やったー、ゲッツー。カルロスなんとかどっか行っちゃったね。めんどくさいから倒した方がいいのかな、変にダメージ食らう前に。痛い。いや地味に食らうのがうざいな。オッケーオッケー、ちょっとめんどくさいから倒した。うかわして撃つ。よし、まだいっぱいいんな。なんか調べられるものはハーブくらいかな。この鷹の紋章とか、またあれかな、メダルとかなんか集め出すのかな。かわして撃つ。弾込めて。この銅像とかなんだろう。いやうぜ、マジでうぜ、この鳥たち。ここになんかあるね。行くか。この枠おそらく最後にしたいと思います。ジルでピアノって、また今回もピアノ弾くのかな。このピアノ押せそうだけど。次長資料ですね。鳥ちゃんが本当に押せないか。なんか今まで来たところと違って綺麗なところですね。なんかあるんだろうな。うん、びっくりした。鍵の穴の下に時計をかたどった彫刻がある。新展開、新しいところ来ましたね。あ、マジで。あ、ダメなんだ。あ、もったいなかったな、緑ハーブ。救急スプレーと救急ボックスって合体できるんでしょうか。あ、できた。はい、初見さんいらっしゃい、こんばんは。ブルーハーブはね、毒もらった時に解毒用だね。まあハーブこれくらい整理しといて。ちょっとショットマンの弾は心もとないかな。緑もったいないよね。ショットガンの弾作っておくかな。めんどくさい、いいや。これでいこう。つく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 っとセーブして、進もう。そう進もう。あ、なんか光ってる。なーにかな。時計塔の鍵、なんか合体しそうな祭壇がある。
怖い。さっきまで人がいたよ。なんか。え？あーもうやだ。なん何回す何回いるもんな。時計の部品が飾られた鍵だ。丸い形のものをはめ込むようなネジの仕掛けがついてる。リューズの鍵。何回いるもんな。トレマーズはあれ倒したことになったのかな。またトレマーズも出てきそうだけど、トレマーズのかでっかいのか。びっくりした。あもうガラス注意しよう。もうガラスは分かった。やつらガラス割ってびっくりさせて。あカルロスなんとかいた。んこの町から生きて出るのは無理だぜ。無理だぜ。花から俺が生還するなんてことは予定されてねえんだよ。あ、そうなんだ。Really think we can trust their great evacuation plan? Huh. It's just a piece of paper. But we don't have any other choice than to trust them right now. 今信用するしかない。No, どうせゾンビの餌だ。そうなら死ぬときは自分で決めて。あ、ビンタ。So that's it then, huh?You're giving up? No. くそ。I just 俺にもどうしようもねえんだ。Can't handle it. あもう絶対もう絶対死亡フラグじゃん。その勝手に出てく感じとか。なんだよここおっかねえな。このガラス絶対出てくる。もう絶対この両脇のガラス2つから後々出てくるもんだって。なあもうなんで洋館ってこんなにおっかないの。なんで食事の用意されてんの。うわー洋館怖え。部屋間違えました。うわー洋館怖えな。これあ向かって右か。お、なんかある。あなんか死んでる。えもうそこ死んだ。カルロスなんちゃら。あカルロスなんちゃらではないのか。アンブレラの暗兵の死体。これ何て言うの。衛兵の死体。戦って力尽きたようだ。ショットガンの弾ほらね。こういうところで手に入っちゃうからね。作戦指示書。傭兵ね。知ってた知ってた。UBCS エコーチームは市街地を掃討し生存している民間人を時計塔内部に避難させることが第一目的である。民間人はアンブレラ系列の従業員を優先して救助すること。報酬あり。活性死者汚染死亡後のゾンビと呼ばれる存在は耐久力が高く機能停止に追い込むのは難しい。十分警戒せよ。エリアはからの撤退は作戦終了もしくは任務の続行不可能により行う。郊外に待機中の大型ヘリコプターを時計塔正面の庭に誘導する。時計塔の鐘の音を合図とし本作戦の終了もしくは失敗による中止を市外で作戦中の全部隊に伝達する。鐘の音か。なんかある武器だ。救急スプレー。イエス。わあ、うわあ、いっちゃった。あかんでいいよ、もう。え、なに？なんかちっちゃいのがいる。なにこれ？え、ちょっと待って、クモか。ハンドガン持ってきた方が良さそうだな。
ここで外出られるようになったってことね。クモショットガンで倒せない。スパイダーマン、スパイダーマン。どうしよう。ひー、ダメか、こいつら倒さなきゃ。何回もここ通るもんな。まだその強化型ゾンビってわけでもないみたい。今日はこの辺で区切りをよく終わらしときますかね。次回はじゃあこのなんかよくわかんない、このなんか洋館を冒険していきましょうかねっていうところにしておきましょう。欲しいのはハンドガンかな。ハンドガンって持ってたのかなっていうか、むしろあった。ハンドガンとハンドガンの弾、グレネードランチャーいるかな。なんかアイテム持ちすぎだな。これいねえな。これでいこう。よし、 OK。 じゃあ今日はこの辺で終わります。セーブしたいですね。じゃあ傭兵と衛兵って何が違う。更新告知は、ここを見てね。ニコ生も始めました。コミュニティ参加お願いします。ご視聴ありがとうございました。